おはようございます。みのりんの感謝で無茶振りセカンドシーズン、前回マイナスになってしまいましたので、ジャージプラスなんかお風呂上がりみたいなバンドをつけて、さらにマスクシートをつけてのオープニングになります。口が全然開かないんですよこれ、ちゃんと外でこれつけたの初めてですわ。はい、ということで今日はですね、こちらキコーナーヤバシラ店さんですねにやってきております。遠かったです。普通に遠くて、今日ももちろんこのジャージのまま来たんですけど、普通に平日ですので通勤の方と一緒に通勤してきました。はい、さすがにこれはね今ここでつけましたけど喋りづらいんですけど、すごくこれいいですか、撮ってもいい。あいつか、すみません、はい、違いますし、やめてください誰も嬉しくない、撮ったら撮ったでね、すっぴんなんで、これはこれで恥ずかしいな、なんならずっとつけてたかったぐらいですよ。はい、ということで肌もね潤ったところでサイコロいきましょうか。本日は、3機種で当たりを引いて勝て、番長3で勝て、正宗3で勝て、ニューパルサー3で勝て、エウレカ3で勝て、3もので6がいつも通りフリーズ戦。はい、何ですかこのなんか3ばっかり。まあ6を出せば何も関係ないと。いきまーす。おお、1かー。はい、1ということで、なんだっけ、3機種で当たりを引いて勝て。3機種か、ちょっとでも一番厳しいのになっちゃったかな、そんな気がしますね。他のは1機種だけでいいけどだったけど、はい、まあでも3機種でっていうことは何打ってもいいってことですよね。はい、まあ制限時間内にしっかり3機種で当たりを引いて勝てるように頑張りたいと思います。あ、いい、まあ、マスクもするんですけどね。はい、もう誰かわかんない。OK です、いきます。なんだっけ、なんでもいいんですよね。なんでもいいなら当たりやすいやつ。あ、これゴスロー G1 ダメクラブの朝一の温泉ゾーンだけやりたい温泉ゾーンで MB 引けたらワンチャン全然ある。時間かかるのはね、あまり良くないですよね。あ、でもモンキーターン朝一リセットされてるんでありですね。いいっすか、いけます。はい、ではでは、モンキーターン4からですね、実戦開始したいと思います。朝一の天国だけ見ようかなと。あ、赤じゃん、やった。そう、嬉しい1ゲーム目からそんな出る、嬉しい。天国あるでしょう、やったー、すぐ当てられますよ1機種目。あ、これでシナリオが良かったらね、そこそこ出玉を獲得してこの後の実戦も楽にしたい。でもすごいここ店内暗くて良かったです。なんかあんまり目立たないかもしれない。目立ちますかね目立たないは嘘か、ちょっと目立つけど。おばちゃん、うん、
紹介してや。考えといたるわ。そのセリフ、同期の連中には負けませんよ。輸出モード、でもこれで当たってくれると思う。さあ、お、いさ、全力でいきます。旗の先輩、ミスを倒せ。ここでモンキー。先頭は六王帝旗の。最終ターンを抜けて。よいしょ。外し3000円になります。99ゲーム天国でした。よかった。狙いはバッチリですね。ではこれでとりあえず一機種クリアになります。よし、あとはとりあえず出せるところまで出そう。単発はやだよ。はい、まあオープニングのランクも別によくはないんだけど、イサが来る白ね。おチェリー、いいよ、ジャックだけど、あれ、お、これか、あ、違う、おお、やった、チェリーで当たってました。挑発、よし、決めよう。挑発チャレンジ。いや、今日のこの流れだと掴めそうな気がする。白のままです。ああ、厳しそうだな。はい。もう立ち返るしかない。はい、猪木には勝てないよ。ここ。あ、ダメでしたね。はい、167枚です。うん、ロゴなし単発か。まあでも一騎手当てるっていうのはクリアできて、さらにプラス、ちょいプラ、数枚プラス、うん、まあロゴなしだったけど、まあ普通に
やめちゃって大丈夫かなと思います。あと2機種当てに行きましょう。とりあえずまだマイナス100枚ぐらい。久々です。なんだっけ、青打ったけど特にめちゃめちゃ勝てたというわけではないです。リベンジしたいという気持ちだけでちょっと今日のミッション的には不利なやつに来てしまったかもしれない。でもここ数日すごい調子良くてめっちゃ連勝してるんですよ。なんかしかも結構3000枚とか4000枚とか流せたりしてて、なんで今日その連勝を途切れさせたくないんです。めちゃめちゃいっぱい流せなくてもいいけどプラスにはしたい。ちなみに昨日はプラス500円でした。おお、チャンス目。おお、チェリー。おっ、スイカか、今日ベルなので絶対つきますね。ああ、今日ベル来た。はい、3人目調子いいです。おお、え、チャンス目これがスイカだったらいい感じだね。うん、いい感じだけども発展しそうだな。普通にいい感じに、でも私は今この世で一番スイカを置きたい。それかもしくはこれで点灯したらめっちゃ嬉しいんだけど。スイカ来い。ああ、全長ね。やってませんかね。お、お、やった、すごい、やったよ、ハッピーカウントダウン入りました。今の多分一番役でここのねスイカの子がついてくれて素晴らしい。狙うわ、 AT 直撃以上で。いや、もちろんね、フリーズしたら最強ですけどね。まあ、ここは1段階目はクリアです。で、ショータイムは入るんですよね。よし、AT 直撃欲しい。あー、ダメだった。あー、悔しい。リプレイ引けてたらな。1枚役か。はい、ショータイム、とりあえずまあチャンスゾーン的なやつが、313ゲームですね。当たりました。これをクリアしないと先噛んでいきましょう。今日は他の人には内緒ですわよ。あなたに差し上げますわよ。お、いいね、いいね。私が見込んだ通りですわ。15、あ、うまい。いいぞ。私が見込んだ通りですわ。50か。あなたに差し上げますわよ。60いけない。はい、ちょっと黄色はね厳しかったですよね。確かどうしたんです。
生スラッシュいただきました。よかった、うさぎちゃん一発目でなんとクリア。これで、2機種目クリアですね。いただきました、相当紙今のところ9000円となっております。まあまあ使っちゃったけど、まだ1枚いってないんで取り返せるでしょう。いきます。最初の上乗せ大事ですからね。だと良かった気がするけどね。来ません、なんも。はい、禁止ゲームか。確か最低80ゲームかなだと思うんで、まああんまりよろしくなかったです。まあでもこっから、魔女狩り戦争、手入ります。で、まあ、ヒロインを貯めてハーレムに、ハーレム状態を目指しましょう。お、スイカです。さあ、助かった、なるべく助かった。いいよいいよ、緑。そうなの、赤は行かないか、行かないかな。まあ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 、勝てるかな。そう、弱い。すごいよ、やったぜ。はい、緑まで行ったら結構強かったかな、どうだろう。スイカで当たりました。で、またショータイムですね。はい、でここで告白 OK もらえたらヒロインもう1人ゲットです。じゃあ、オオカちゃんでいきましょう。私と貴様との秘密だからな。デートくらいしたことはあるのだぞ。楽しみにしてくれていたのか。あんまり良くない。おお。あ、いっぱい。結構いっぱいもらって。おお、50。なくはないと思いたい。残念です。あとまだ50ゲームあります。ラスト、はい、終了です。ショータイムは入れたけどクリアできなかったんで、あそこでクリアしてたらまたねちょっと違ったかな。上乗せゲームもできたし、229枚とマイナスを増やしてしまいました。いいでしょう、リベンジは果たしたかな。果たしているかどうかは分からないけど、とりあえずすぐ当てれたんで2機種目クリアです。さあ、250枚ほど、持ちコイン移動しまして、北斗の拳宿命来ました。3代目です。3機種目これでもう当ててプラスにしたらもう即クリアです。また正解。あ、違う、あれ、ここ今まだ降格っぽくはないか、なんだそっか、まあでもチャンス目引いてとりあえず北斗カウンターが動き出しました。
ちょバトルいきます。あーユダね、はい、あ宿命の道入った、よし、あたりを掴みに行きます、ほい、お、ニトキ、はい、赤切れます、お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 、うん、またニトキ、そして時代を開け、さあ、来てます、いい感じのように思います、紫？白じゃないですよね、紫っすよね、え白いや多分、え白なわけないよ、でもこれで期待度、うん、紫があると信じよう、なんか前にも私違う収録で同じようなこと言ってた気がするな、継続しないけど、なんでユダ来るの、はい、ユダか、まあでもユダだって、お、なんか燃えたよ、あ、これ、え、元から燃えてた、熱いんじゃない、ちゃんと、やだよ、あ、いいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、勝てます、復活は誰も俺を倒せはせぬ、犠牲を持つお前でもな、レイ、ダメだった、紫見えましたよね、高いはずと思って調べたら 96.65% です、やられたわ、さっきの紫がやっぱり納得いかない、ああいうことあるともう今日はこれ打たない方がいいんじゃないかって思っちゃう、お、でも全部色がついている、白が一個もないですね、お、ん、最後白だったまあでも飛行機目線狙っていきましょう、まあミッションもね当たんないことはないけどマジマレですよね、頼むぞーミバあれ逆だな、逆な気がする、ここに止まるのが決まっていたかのようなちょっと動きだったかもしれない、さあ飛行救命ゾーンに見事止まりまして、大チャンスのチャンスゾーンです、絶対当てる、もっと、あ、間違ってる、了解、もう一声、よし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 、よし、ういー、やかー、ぐい、やったー、最大な、193ゲームです、総投資が1万円ですね、お、1万円でギリギリ収まった、いきます、プラスにするっていうのが一番難しいですよね、来い、やったー、よいしょー、